気が強く、飲んでも乱れないのを自慢にしていたが、週末のデートの帰りには、1週間の仕事の疲れが出るらしく、アルコールが入ると、車の中でよく息を吐いた。雑音で息をかき始めると、運転席の畑野は、カーラジオのスイッチを入れた。在宅しているマキコに、さりげなく話しかけてくる。達夫にはない繊細なところが